お久しぶりです。久しぶりはインドネシア語でウダラマガクトゥムと言います。ウダはすでに何々したという完了を表す言葉で、ラマは時間的に長いで、ガは否定です、しないという意味。クトゥムが合う、つまり長いこと会ってないねがウダラマガクトゥムという意味になります。これで日本語的に言うと久しぶりといった表現となります。まあ3ヶ月ほどですねインドネシアにおりまして、インドネシアにいると暑くて仕事をする気になれなくてサボりました。サボるはインドネシア語でボロスと言います。はい、前置きがね長いですね、すいません。今日は日常会話で使いたい表現について、見ていこうと思います。教科書的あるいはフォーマルな形ではこうなんだけど、実際に日常会話ではね、そういった表現が使われていなかったり変換されてカジュアルになっている言葉っていうのが結構あります。今回はかなりマニアックな話ですが、日常会話でネイティブっぽく話したい、あるいはネイティブの言葉を理解したい人はぜひ見てください。まず一つ目、ブリがカシになる。ブリ、これは与えるとか渡すの意味、カシは愛という意味なんですが、カジュアルな場面ではブリに置き換えて使うことができます。まずブリを使った例文を見ましょう。ブリは渡すという意味ですよ。例文、ジャンガンルパブリディアウアニャヤ、ジャンガンルパブリディアウアニャヤ、これで彼にこのお金を渡すのを忘れないでねという意味です。ジャンガンは何々するな、ルパ忘れる、ブリこれが渡すですね、ディアは彼あるいは彼女、ウワンニャこのお金、ウワンイトゥとかウワンイニーが、このお金、ニャはイニートゥが変換されている形です。で、この文章のブリをカジュアルにするとカシになります。ちなみにですね、テリマカシ、ありがとうのカシがこのカシですね。トゥリマは受け取るという意味で、カシは愛、つまり愛を受け取るが派生してありがとうの意味で使われている漢字となってます。このブリをカシ、渡すという意味に置き換えるとよりカジュアルになります。例文、ジャンガンルパカシディアドゥイトニャヤ、ジャンガンルパカシディアドゥイトニャヤ、訳としては彼にこの金を渡すのを忘れないでみたいな感じです。ドゥイ、これ初めて聞く方も多いと思います。ウワンのカジュアルな言い方ですね。金とか銭とかそんな言い方ですかね。じゃあ次、2つ目、バウアがカローになるパターン。バウアは何々とという意味で、英語のザットに相当します。何々と言いましたって文章の何々との部分に当たります。まあ、ちょっと分かりにくいので例文を見ましょう。ディアブルカタバウアハリインにディアティダビサダタン、ディアブルカタバウアハリインにディアティダビサダタン、訳は彼は今日は来れないと言った。ディアは彼彼女、ブルカタこれは言うですね、ハリイニこれは今日、ティダビサできない、ダタン来る、こういった感じです。この文章のバフワはカローに置き換えられます。カロー聞いたことありますかね。バフワをカローに置き換えるとカローの方がカジュアルです。まあ、カローの本来の形はカラウなんですが、インドネシア人は日常会話ではもうカローと言ってます。カローの本来の意味はもし何々ならばという、ね、仮定の意味なんですが、なぜかバフワに置き換えられます。逆にバフワはもし何々ならばという意味は持っていないので、ここは注意してください。ではバフワをカローに置き換えるとどうなるか例文を見てみましょう。ディアビランカローハリーにディアンガビサダトン、ディアビランカローハリーにディアンガビサダトン、はい、これでまあ彼は今日は来れないと言ったという意味となります。まあ、さっきとちょっと違う部分はビランですね、これは言うという意味です。ブルカタも言うという意味なんですが、ビランの方がカジュアルな言い方です。ビランカローで何々と言ったという意味となります。そしてダタン、ダタン、ちょっとした違いがあるの分かりますかね。ダタンではないですね、ダタン。なんかインドネシア人はカジュアルにする際にこのダタンとE の部分をね使ったりします。ダタン。では次にジャラン、チャブットというのを見ていこうと思います。まあ、ジャランは行くとか歩くという意味で、チャブットは何かを引っこ抜くという意味です。なんですが日常会話ではなぜかチャブがジャランの意味で使われています。特にですね、ある特定の場所から別の場所に移る際、ここから出るとか立ち去るっていう意味で、使われます。加えてですね、特にここでの用事は済んだから別の場所に移ろうっていう文脈で使われることが多いです。ジャランの例文を見ましょう。例えば、
Jam berapa kamu jalan dari rumahku kantor? Jam berapa kamu jalan dari rumahku kantor? 訳は何時に会社に行くの？ジャンプラッパは何時？ジャムは時間。ブラッパはまあいくつとかいくらという意味。カム、君。ジャラン、行くですね。ク、どこどこへ。カントル、会社という意味です。まあ、上の文章でさっき誰かが家から会社に行きましたよね。まあ、行ったとします。で、その人が会社からどっか別の場所に行こうという際に、チャブッが使えます。まあ、誰かを誘うだけじゃなくて、自分が一人でどっかに行くときも、アクチャブットや、ちょっと行ってくるわとか使えます。じゃあチャブットの例文を見てみましょう。ジャランをチャブットに置き換えるとよりカジュアルになります。ジャンブラッパーカムチャブッダリカントル。ジャンブラッパーカムチャブッダリカントル。訳は何時に君は会社に行くのという意味です。ダリはどこどこからという意味ですね。じゃあ次ですね。プラン、バリック。プランは帰るという意味。このプランをカジュアルに置き換えるとバリックとなります。日常会話では本当にバリックよく使います。まずプラン、フォーマルな方の例文から見ましょう。ベソクサヤプランクジュッパンパギパギ。ベソクサヤプランクジュッパンパギパギ。はい、訳は明日早朝に日本に帰りますという意味です。ベソク明日、サヤ私ですね。プラン帰る、クどこどこへ、パギパギこれ早朝という意味です。パギは朝、という意味ですね。これを2つ繰り返すとパギパギ、早朝になります。じゃあこのプランをバリックに置き換えてみましょう。例文、ベソクサヤバリック10番パギパギ。ベソクサヤバリック10番パギパギ。はい、明日早朝に日本に帰るよといった意味ですね。まあ、これは OK だと思います。じゃあ次、ニャマン、エナク。ニャマン、これは快適なっていう意味です。エナク、これは美味しいっていう意味、聞いたことありますかね。でもエナクは快適なとかね、気持ちいいっていう意味で日常会話ではよく使われてます。まずとりあえずニャマン、快適なっていう例文を見てみましょう。わーランジャンニャ、ニャマンスカリ。わーランジャンニャ、ニャマンスカリ。真似してくださいね。意味としてはわーこのベッドはとても快適です。わーこれは簡単しといて驚きを表します。ランジャンニャ、これはこのベッドという意味。ランジャンがベッドで、ニャーはイニですね。イニが省略されていると、これはこのと訳されます。で、何々スカーリー、これはとても何々という意味。じゃあこのニャマンはエナックに置き換えられます。この場合のエナックは美味しいって意味じゃなくて、ニャマンと同じ快適なとか気持ちいいという意味になります。エナックの意味が美味しいなのか、あるいは快適なという意味なのか、これは文脈判断となります。じゃあニャマンをエナックに置き換えてみましょう。わあランジャンニャエナクバング。わあランジャンニャエナクバング。わあこのベッド超快適じゃん、といった意味になりますかね。バングとか超とかめっちゃって意味です。このパターンのエナクは本当によく使われていますので今日覚えてください。例えばですね、天気がいい日なんかにエナクやはりにというと、あ今日は気持ちいいねと言えます。これは多分絶対使えますよね。はい、じゃあ次、アタウアパ、アタウアパ、聞いたことありますかね。アタウは英語で言う or と同じような意味で、 A アタウ B で A か B かみたいな感じで使われます。ちょっと例文を見ましょう。アタウの例文からいきますね。カムスカワルナヒタムアタウプティ、カムスカワルナヒタムアタウプティ。はい、訳は好きな色は黒か白かどっち、こういった意味です。カム、君、スカ、好き、ワルナ、色、ヒタン、黒、アタウ、か、あるいはですね、プッティ、白。で、このアタウをアパに置き換えても OK。アパは多分知ってると思います。本来、何という意味の、まあ、疑問詞なんですが、カジュアルな場面でアタウの代わりとして使われる。これは多分言いやすいからだと思います。じゃあ、アタウをアパに置き換えてみましょう。例文、カムスカワラナヒタン、アパプティ、カムスカワラナヒタン、アパプティ。好きな色は黒か白どっち？はい、こっちの方がカジュアルです。OK？ じゃあ次行きましょう。ピダク、ルチュ、ガリン。ルチュは面白いっていう意味で、否定のティダクが入ると、ティダク、ルチュ、おもんない、つまんないといった意味になります。まず、ティダク、ルチュの例文を見ましょう。ラワカニャ、ティダク、ルチュ。ラワカニャ、ティダク、ルチュ。はい、意味はそのギャグ。面白くないという意味です。ラワカンニャ、そのギャグとかその冗談って意味。
ラワカンはギャグ、プラスニャはまあイトゥが省略されているとしましょう。それそのが省略されてラワカンニャ、そのギャグ。ティダは何々しない、ルチュは面白い、ティダルチュで面白くないと。はい、でこの文章のティダルチュはガリンに置き換えられます。ガリン、おそらくほとんどの人初めて聞いたと思うんですが、パリパリしたとかそういう意味です。ロッティーニガリン、このパンはパリパリしてるみたいな感じで使われます。でティダルチュをですねガリンに置き換えるとよりカジュアルになります。例文見ましょう。ラワカンニャガリンバングシー、ラワカンニャガリンバングシー、そのギャグ超つまんないんだけど。はい、バング超シー、これは何々なんだけどとか何々だよとちょっと語気を強めるときに使うジャカルタ弁です。はい、以上となります。まあ、こういったね今日いろいろ表現を見てきましたけども、実際に教科書にはまあ載ってないと思います。まず独学で学ぶには難しいのかなと思います。なので実践でいろいろインドネシア語を聞いて一つ一つ、探していく、見つけていく必要があります。でこれは結構膨大な時間がかかるし慣れるのが大変だと思います。まあ、そういったカジュアル表現とか会話表現を学べる授業を、まあ、ジャパネーシアのオンラインスクール JLC では用意しておりますので、ぜひ参加してみてください。未経験者の方もいると思うんですが、未経験者の方は僕未経験者向け初心者向けの授業やってるんで、まず僕の授業に来てください。もう日本語 OK で何でも聞けます。で、他のね中級の会話だったり上級のレッスンでも必ず発見があるような授業にしていますので、こういったものでどん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 いろんな表現を集めていきましょう。上手くなるには細かい表現とか発見を見つけ続けて身につけていく必要があるので、まあ、時間がかかります。ショートカットはありませんので、目標を掲げたらそこに向かって一歩ずつ一緒にね進んでいきましょう。それじゃあ今回は以上です。バイバーイ。